早く打とうとするとどうしてもそういう状態が基本でも同じですけども、ゆっくり打つ、ゆっくり基本を打っていくと自然に体が覚えてきます。どうしても小学生中学生でも早く打とうとしてしまって、早く手でこうして後出て、最後前はそのバランスが崩れたら左足を出して体が調整をしていくという、右足をスライスしようとひっくり返ってしまうもんですから、そういった時には左足を出ることによって体の体勢を意識につけてる。ですからもう一般の経験だとゆっくり打ちなさいと、基本はゆっくり大きく打っていく、あとそうしたことによってもう6段7段の先生方ですので、集中して気合が入ってくるともう体が覚えてますから、体がしっかり打てるようになってくるということですね。小学生に大きく打ってもずっと大きい打ちしかできない場合がありますけども、やっぱり一般の先生方というのはもう稽古積んでますので、意識して基本はゆっくり大きく打ちなさいと、そうすることによって体がそのまま崩さずに出ていくという形なので、大きい大きくゆっくりです。それを体に覚え込ませる、ゆっくりすれば自然にこう集中してた時にはスピードが出てくるという形なので、意識しては、私もやし皆さん他の先生方にも意識してしてます。早く打とう早く打とうというんじゃなくてそうですね、どうしても早く打とうとするとどうしても前こうして下げたりこう動かしてこういろんなこう剣道、それ一番面白いんですけどもですね、そういう小中学校高校で面白いっていうのはやっぱりこういろんなこうして打っていく部分が面白いんですけども、そうレベル上がってくるとそればっかりではない、やっぱり中心を攻めて打つ、そこの攻め合いという部分がだんだん必要になってくるということですね。だからやっぱそういう、中学生高校生だけそういう段階的な稽古法というのがあると思うんですけどね。その、まあ、4段5段とかあたりから、まあ、あえてゆっくり打ってみるですね。その前に私はですね、学生時代ずっと上段を取ってたんです。だから本当の中段という部分の今でも思ってるんですけども、一番高校時代大学時代あるいは一般でも皆さんが中段で暑い中に中段を取ってないんですね。少し全部上段をしたもんですから、なかなか四段五段といっても本当にただもうやーっと構えてやっていくという程度のもう中段だったんですけども、やっぱそういう、積み重ねで、だからそういう、中段やってた分だけ一生懸命中段もやれたということで、やっぱりそういう基本についてはもう、4段5段でも、まあ、中段でありながら今みたいな意識を、まだ完成はされてないんですけども、やっぱそういう意識の中で、練習あるいは、湘南市でもやってきたというぐらいです。気攻めをされて何かしら相手が崩れたと、はい、相手が思われたら継がずに打っていかれると思うんですけど、はいはい、相手がどのような形になったら攻め勝ったなと判断されて打ち始め打突の機会というかですね、どういうところに打ち出されて打突